2019年4月17日シドニーのロイヤルドッグショーに来ています。このドッグショーがイギリスじゃない、そうなんですか、ローストラリアでは最大のドッグショーです。いやちょっともっと近くで見た方がいいかな。これはねやっぱイギリスの犬ですね。イギリスのロットワイラーだな。だからドイツ系の犬ですね。いやだからドイツ系の犬という言い方おかしいですけど、まあもちろんアメリカの血統も混じってたりするのかな。でもよくクラフトで見るタイプのロットワイラーですね。あれ違うかな、ちょっとね距離が離れててね、今これカメラでは拡大して見れてますが、僕の肉眼ではね結構離れてるんですよ。近くで見るべきだったかな。向こうの関係者席に行った方が良かったかもしれないですね。このあの赤いベンチの方にあっち、僕はあっちに座れるんですよね。たくさん知ってる人いますからね、中に。でもあえてこっちに来たんですよ、観客席の方に。こっちの方が犬がその見やすいかなと思ってこっちに来たんですけど、ほら人がたくさん座ってるんでしょ。そうだな、僕の犬の方がいいですね、間違いない。いいですねっていうのは、僕の好みとしては僕の犬の方がいいなっていう感じですね。これはねやっぱね難しいな、どういったね、やっぱねイギリス系の犬ロットワイラーなんですね、この犬は。アメリカ系もちょっと混じってるのかな。でもイギリスの犬っぽいですね。イギリスクラフトでよく見るタイプの犬ですね。足が長いですもんね。僕はね、僕はアメリカのロットワイラーの方が好きです。おそらく明らかに好きなんです。もう歴然と違うんですね、アメリカの犬とヨーロッパの犬は。絶対ロットワイラーはアメリカの方がいいですね。僕はですよ。ロットワイラーはドイツ原産なので、ドイツじゃないと偽物だってやっぱり思う人もたくさんいらっしゃると思います。それは当然そう思う方たくさんいらっしゃると思います。別にそれはそれで全然 OK だと思いますよ。別にその意見は間違ってるなんて全く思ってませんが、僕はアメリカのロットワイラーの方が好きですね。Even though
number two results of the junior pitch class Rottweiler if you see the number 2270 is first. ちょっと角度が上すぎたな。いやもうちょっと失敗しましたね。こんなところから撮るべきじゃなかったな、やっぱり。犬の良し悪しが分かんないですもん、こんな斜め上から見たって。しかも離れてますからね、かなり。そう、失敗したな、本当に。くそ、下に行って取ろうかな。どうやったらいいんだろうか。僕があんな前で立ってたら見えないですもんね、後ろに座ってる人たちは。なんかそしてそのもう横にいる子供がすっげえさっきから退屈して動き回っているのがすごい邪魔なんですけど。おお、やばい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 。クソ、全然わかんない。もうなんか斜め上すぎて、もう全然わかんないですね、犬の良し悪しが。クソ、なんでこんなところから映してんだろうか。ああ、失敗したな、本当に失敗した。もう二度とこんなことないようにしましょう、次回から。これはいい教訓として、悪い例でした、でしたというか今もまだ続けてますけど。うわ、もうこれわかんないね、これ多分、うん、これ動画見る人が多分苦情が来るでしょうね、絶対。そんな上から撮ったっちゃ、撮ったってわかんないよみたいな感じ、絶対言われますね。参ったな。3頭しか出てないですもん、ロットワイラわかんない。もうどっちもいい、どっちがいいかな。どっちがいいかな、わかんないな。左かな、ジャッジから見て左。ちょ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 、お前何立ってる。すっげえ今舌打ちしましたね、僕。何立ってんだお前とか言って。いや今目の前にいる女性がね立ったんですけど、目の前というかまあ下の段ですけど、ジャッジも途中で、どっち、待って、どうしようかな。どっちがいいんだろうか。わかんない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 。でもちょっと待って、ちょっと、わかんない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 、これはわかんない、どっちかわかんない。うん、そっちだろうね、多分ね、もう思ったもん。後ろでしょうね、後ろの方だろうな。思ったもんって、その、ジャッジの後に思ったらダメですよね。思ったのは前に思ったんですけど、でもジャッジの後にうん、そう思ったとか。それは後出しじゃんけんですね、いつもこれやるんですよ。インチキだ、ずる、ずるしてますね。ああ、そうそう、そう思ってたとか言って。
そう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 。そうだから前の方がいいんでしょうね。だからね、いいかなんかいっぱい来た人が。そうちょっともうだから B.O.B. はあのオスかな、メスの方がなるかもしれないなこれ。だって3頭しか出てなくて、オスは1頭しか出てないですもん。そんなので BOB とか言ったってそれはダメですよね。ちょっともうね、ロットワイラー取ったら帰ります。今午後1時ですね。1時だから、あー、まあ、ジャッジが終わって1時半ぐらい1時半ぐらいかな。それで1時半になって、1時半から帰って1時半、まあ2時ぐらいかな、2時から帰ったら、まあ、3時に到着しますね、ホテルに。そしてちょっと買い物に行って、ちょっとね、朝毎日サンドイッチ食べてるんですけど、そのサンドイッチのね、材料のハムがちょっとなくなったから、ちょっと待って、決まる、ジャッジが決まる、ちょっと待って、ちょっと待って、一番っていうか、オスが、いや、メスの方がいいような気がするけどな。あー、オスが決まったか。足のふくらはぎにすげえタトゥー入れてますね、あの女性。まあ別にいいんですけど、っていうかもうタトゥーはもうみんな入れてる。ほら、タトゥーはもうみんな入れてる。入れてない人の方が少ないですね。誰もが入れてるタトゥーを。ファッション感覚。日本人だけがついていってない世界の、なんていうか、世界の流れについていってないですね、日本人だけが。まあもちろん日本でもタトゥーたくさん入れてる人いますけど、そのなんていうか感覚が、タトゥーなんてみたいな感じの、その感覚が、そういう人が多いから日本は。入れてない人の方が少ないってことはないですね。それは言い過ぎだな、僕もちょっとそれは言い過ぎました。入れてない人の方が多いですね、それは確かに間違いなく。ただね、多くの人が入れてます。あー、なんかもうちょっと静かにしてくんないかな、ガキンチョがもうずっと暴れてる。なんかずっとあのまま止まってる。
この人はずっとなんか書いてるんですよね。その書く間ずっと止まってる。こんなになってます。ロッウェイラー2019シドニー2019。ちょっと長いから止めましょうかね。あ、やっと動いた。長い、あの人。昨日もそう、昨日というかずっとそうだけど、長い。BOB が決まってからのこの長期間にわたるこのなんかメモ書きみたいな、あのなんか、まあ、記録をなんか書いてるんでしょうけど、すげえ長い。よし、もう止めようかな。帰ろう。次アラスカマラミュートですけど、ちょっともう帰りますね。もういい、もう長すぎる。もう違うとこ打つと。ここにもロットライトいます。で、アラスカマラミュート次待ってますね。で、隣ではイングリッシュスプリンガースパニエルやってます。あれ、どこ映ってないな。あ、もちろん。それでこっちではロングヘアダックスが何かいます、ね、ロングヘアダックス。まだやってる。長すぎる。長すぎ。どこだっけな、ここに書いてありますよね。シドニーロイヤルドッグショー。まだ、もういい、止める。もうさよなら、おやすみなさい、おやすみなさい。まだ午後、今2時ですけど、ちょっと止めますね。それでは皆さん、ごきげんよう。また明日からドッグショーに来ます。それでは失礼いたします。